をよく着ることはないので、はい、心がテンションが上がります。皆さんいかがですか？アリアリのトミー賞はかわいい。かわいい、ありがとう。それがメージ違いませんか？違う。ねえ、出てきてるよね。ちなみにこの衣装は、はい、あ、これはですね、今浜松天皇座決戦シリーズというふうにやっているので、はい、天国の衣装をイメージして選んだんですけれども、出雲のお国のキャラクターの衣装らしいです。出雲のお国というのは、はい、女性が京都の地上川原で演じた歌舞伎踊りで始まると言われていまして、はい、今ではメンズ踊りやなんかネット上のパフォーマンスで出雲の国の衣装で、ね、踊られているという感じで、はい、踊りといいんですよね。踊りはたくさんの程度になんであんなこと言ったのかってよくわかんないんですけど、なんであんなこと言ってしまったのかっていう、私、リズムダンスとか、音楽とかはすごくいいんですよ。あのピアノの先生とかが割と結構褒められたりとかして、すごくいいんですけど、はい、致命的なのが、体の動かし方がわからないっていう、致命的なことを思ってまして、あなたが思ってるように、体を動かすことができないんですよ。難しいですよね。で、その2位以降が、割と今日朝お客様とお話しする時間があって、
ので、決勝にいろいろ情報を聞いて、オフィシャル選手がどうだったかというのをいろいろ聞いてたんですけれども、やっぱりお客さんもそれぞれオフィシャル選手違うので、はい、そこで結構悩んでしまって、意外といろいろとお客さんに聞いたら、この選手いいよ、じゃあ、もうすぐに来たらこの選手いいよ、この選手いいよって、一般選手を教えてもらったんですよ。ちょっと皆さん気になりません？
手だし、歌はあの選手が歌うのでやらないと。はい、一体どうしてくれるんだろう、この選手で。私のブログをすごい細かく毎日見てたら、ヒントを書いてあるかもしれない。ということで、皆様、アリアリちょっと教えてくれないということなので、はい、アリアリのブログをね、チェックして、はい、チェックすればわかるんですよね。まあ、ヒントぐらいならあるかもしれない。ヒントはわかるんですね。はい。はい、あれかなっていうのが。あれかな、で、大人から子供まで楽しめるものを考えているので、皆さんすごく楽しみにしていてくださるなと思います。はい、ということで、アリアリもこちらの支援で行いますので、ぜひ何をやるのかなと、ぼそしながら、この皆さんに過ごしてもらいまして、はい、楽しみにしてください。よろしくお願いします。はい、それではこの後は第7レースに配布いたしました抽選会を行いたいと思います。はい、5名の皆様にこちらをプレゼントいたします。はい、こちらの私の会議のクオカードを5名様にプレゼントしたいと思います。あとこのクオカードとこのペースのセットですね。はい、こちらをセットにいたしまして3名の皆様にプレゼントいたします。はい、皆様はお手元の抽選番号をしっかりと確認してください。でははい、ではいきまーす。はい、ゼロ、ちょっと最初の2桁を。